注意。この動画には以下の内容が含まれている場合があります。面白くなかったり違和感を感じた場合はご視聴を控えてください。また作成者に不快をかけるコメントは控えていただきますようお願いいたします。さて、今日は解説動画としてお送りします。今回は、関西でも有料座席列車が導入する理由について紹介よ。実は関西の鉄道でも、有料座席列車のサービスが拡大しているんだ。ちなみに、通勤、通学時間帯などではこういうことはありませんか？仕事で疲れているから席に座りたいの人や、痴漢被害に遭われそうで心配などという人。そういう人には、有料座席サービスを利用すれば、混雑緩和で着席ができます。確かに、通勤、帰宅時間帯では満員電車になって、車内が混雑するケースが相次いでるよね。そういうお客様に座らせてもらいたいという、ありがたいサービスがあるんだね。追加料金は必要だが、混雑する通勤時間帯でも、座席に座ることができる。それが、有料座席列車だ。そういえばウプ主、もともとの関西の私鉄では、座席指定列車がないんだよね。ああ、近鉄と南海の一部を除く関西私鉄では、座席指定がなかったんだよ。代わりに、関西の鉄道では転換クロスシートがたくさん存在しているようね。JR 西日本のほとんどの路線では転換クロスシートがあるようだな。ちなみに、1995年4月20日から運行開始した、関空特快ウィングには指定席があったそうだ。へえ、この当時には関西にも特別快速があったのね。関空特快ウィングは、環状線の京橋駅、関西空港間を結ぶ快速電車だ。ただし、関空特快ウィングは、わずか4年で廃止になったそうだ。え、一体どういうことだ？故障が多発した。指定席車が固定されていなかった。指定席を設けたせいで自由席車の混雑度がアップ、しわ寄せが行く格好となった。指定席も自由席も座席形状は一緒であり、指定席料金に見合った差別化ができていなかったなどといった理由があって、短期間で終了されたんだよ。じゃあ、その当時はお客さんの苦情があった原因で関空特快がなくなったのね。指定席が固定されてなかったら分かりにくかっただろうな。これにより、関空特快ウィングは、1999年5月9日をもって運行は終了したそうだ。短期間で特別快速がなくなるのは残念な結果ね。なお、2010年代の後半では関西でも有料座席列車が続々と登場しているようだ。あら？そうなの？ああ、2015年12月5日から全国高速鉄道の全国ライナーが運行開始。2017年8月20日から京阪のプレミアムカーが、2019年3月16日から JR 西日本の新快速、A シート。などといった有料座席サービスが開始されたんだ。そういえば、京阪のプレミアムカーは豪華で快適だったし、乗り心地も良かったという声があったらしいわね。新快速 A シートはもともと、自由に席を選んで支払うという形でサービスがあったけど、今は指定席になったんだよな。そしてそれだけじゃない。なんと、阪急電鉄も有料座席サービスを導入するらしいよ。え？ウプ主、本当に言ってるの？ああ、阪急京都線に有料座席が導入するらしいよ。詳細は未定だが来年に運行開始予定だ。これはめちゃくちゃ気になるな。阪急電鉄が有料座席サービスを導入するとは。ちなみに京阪電車のプレミアムカーは、お客さんの要望で導入されたらしく、2015年の秋ぐらいに、そのプレミアムカーを導入しようと考えていたそうだ。2017年には8000系、2011年には3000系にもプレミアムカーが導入されたそうだ。8000系のプレミアムカーのサービス開始後は、利用者が多数プレミアムカーを利用したんだぜ。好調だったプレミアムカーは、3000系に導入されたそうだよ。プレミアムカーの座席は黒くて座り心地もいいし、高級感が溢れた車両なのよね。あの超豪華な車両は、有料じゃないと意味がないわね。そう思うでしょ？タクロー。ああ、僕も見た感じだと有料座席しか見えないよ。次は JR 西日本の新快速、A シートだ。当時は自由席の有料だったそうだ。その当時は、好きな座席を選んで支払うという形にしたのよね。ああ、しかし2022年のダイヤ改正では全席指定とされたそうだ。今はネット予約で購入するか、緑の窓口などで購入する形になっているからな。自由席時代は500円、現在の指定席はネット予約は600円で、緑の窓口は840円で支払う形になっているのよね。その分、快適でくつろげるし、リクライニングシートだから乗り心地もいいみたいだよ。ちなみに、座席サービスにはこんなありがたいものがある。え？どんなサービスがあるの？まず一つ目は、スマホなどを充電するコンセントが備えている。なるほど、スマホの充電が気になる人にはおすすめだね。二つ目は、Wi-Fi が備えている。
これはビジネスなどでは必要になってくるわね。そして3つ目は、各鉄道会社にはこんなサービスもあるんだ。近鉄と南海などには、自動販売機やトイレなど設備されたり、京阪のプレミアムカーでは、グッズ販売やブランケットの貸し出しもあるんだよ。いいわね。そういうサービスはありがたいと思うよ。そして近鉄の観光特急には、車内にカフェが設けているよ。へえ、また贅沢な観光特急ね。これは観光に合わせていろんなメニューをいただくことができるよ。島風は伊勢島や松阪牛の料理や、青仁吉の大仏プリンやバターサンドなど、いろいろなメニューをいただくことができそうだ。そうね、贅沢するのも悪くないわね。今回はここまでだ。座席指定の列車に乗って、通勤、通学を利用してみよう。そうね、通勤で疲れてる人にはおすすめね。あと、観光にも利用するのも楽しみの一つになるかも。ああ、通勤、観光には、有料の座席指定サービスを利用しよう。それじゃあ、うつ主がお支払いね。よろしく。おい、ゆうか、マジふざけんなよー。